一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブは大阪府大阪市この花区に拠点を置く総合型地域スポーツクラブを運営する一般社団法人。日本プロサッカーリーグセレッソ大阪の運営会社である株式会社セレッソ大阪が2010年に設立し2011年2月より活動を開始した。セレッソ大阪の普及部門が直営で手掛けてきた。 アカデミー活動を軸として大阪市及び周辺市長での青少年のサッカースクールやスポーツ教室を展開することで幅広い市民にスポーツレクリエーションへの造形、参加を深めることを目指して取り組むとともに選手や指導者の育成事業や地域住民の健全な発達、社会貢献に努めることを目的に創立された。設立時はセレッソのホームスタジアムのある 長井公園に事務所を置き、セレッソの育成部門に携わってきた宮本伊が代表理事に就いた。サッカーについては当初はスクール事業を中心に行うことにしており、トップチーム、選手育成機関などは当面すべてのカテゴリーとも、セレッソの運営法人である株式会社大阪サッカークラブが行っていたが、2012年より、 選手育成部門をすべて一般社団法人側に事業移管することになった。日本女子サッカーリーグに2013年から加盟しているセレッソ大半海レディスの運営も一般社団法人側で行っている。育成組織をクラブ本体の運営企業から NPO や公益法人に移行したのはセレッソが初である。2012年にはこの花区の人口と。 舞島にある大阪港スポーツアイランド内にある舞島球技場及び球技場関連施設用地の貸付にかかる条件付一般競争入札に参加して事業予定者として選定されクラブハウス天然芝球技場の施設整備を行い活動拠点を舞島に移転した2017年には舞島運動広場の貸付にかかる入札でも落札し 大阪市と事業用定期借地権設定等契約と定期建物賃貸借契約を締結している。その他の主な事業としては2016年度から2020年度にかけて長井公園の指定管理者の一員として参画しており、2021年度からは単独で長井球技場の長期指定管理の30年間を行っている。ありがとうございます。